ノボダ代表上杉隆です。今日はミドルメディアについてそのコンセプトを説明します。まずこの図をご覧ください。これ実は日本の言論空間なんですが、このようにマスメディアと、これはないですね、マイクロメディア、こういうふうに今現在2つに二分されています。それは端的にはここには書いてませんが、記者クラブシステムという壁があって、この交流を妨げるというのが現状です。ところがこれ実は海外に目を移すと、もうとっくになくなってるんですね。少なくとも5年前にはもうこういうものはなくなって融合してます。マスもマイクロもないわけです。そこにはメディア、そして言論の多様性が生まれていると。具体的には例えば2008年のオバマ大統領選挙での CNN、YouTube.com など、これはマスであった CNN とマイクロであった YouTube がもうすでに一つのものとして大統領の演説会を、討論会を開くと、まあ、ここまで進んでしまったわけです。広がって日本を見てみるとどうかというと、マスメディアからそしてマイクロメディアから人事交流どころか情報交流もないと。そして極端に、隔離された情報、そして言論空間が2つ出現してしまったということで、例えば 3.11 がいい例のように、全く違う報道がされて、そこに情報の共有がないということで、デマや、それから風評とか、そういうようなことをお互い罵り合うという状況になったわけです。ところがこれを、超える、つまり、この部分の不健全なものを橋渡し役をするというのがミドルメディアという概念で、これは実は先ほど申し上げたように海外では出現して、そして融合しきってしまったので、もう消えています。消滅しているということはもう健全になっているわけですね。日本はまだその手前にあるということで、このミドルメディアというのを立ち上げ、そしてここに人を集め、結果として橋渡し役のメディアをやろうというものなんですが、まあ、形としてはですね、具体的にはマスメディアのアプローチ、これがどうしてかというとですね、 3.11 以降、やはりこのマスメディアの中にもこれじゃダメだろうという人たちがたくさん現れています。ところがその人たちの行き場はないわけです。で、海外の報道陣、海外のジャーナリストたちも日本の報道おかしいぞと言ってる声があるところを、まずこのミドルメディアに吸い上げ、そしてこぼれ落ちないように拾い上げる、その場として提供して、そしてさらにはマイクロの方からも一緒にやろうと、マスもマイクロもないだろうと、ニュースのため、そして真実のためだったらそこで力を合わせるのが健全だというような概念の場を提供する、これがまさにミドルメディア構想というわけです。で、そのパイロット版としてオープンするのが U3W、 まさにその先駆的な具体的な形として U3W というものをミドルメディアの先駆者パイロットとしてここを提供するというのがミドルメディア構想の中の一部の U3W というわけです。